ました。皆様こんにちは、勝負師と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。岡山からやってまいりました、おどこ祭り参加して今年が、記念すべき10回目となりました。昨年勝負師が10周年を迎えたんですけども、今年のテーマかけるというテーマ、勝負師の勝の字です。このチームの名前の由来となりましたかけるような舞を志す、こちらの方を原点にしながら、踊っていきたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは参ります。かける、我らが目指した未来のその先へ。ウラジャー、ウラジャー、ウラジャー、ウラジャー。高き天空昇竜ごとく、一生抱き一生の舞を。勝者2016かける、もっと転がれ、浸透されてくる日々の国、裏から技術を授かりて、日々の民との共闘で、豊かな大地は実りだ。他国の石が迷い込む、生きたと支配を糧とした黒き勝利が立ち止める、アーロン漂うふるさとで大地に光に戻すか、お手の望みを攻撃、望みに反し立ち向かう。今は昔の君の母じゃよ、まだね人に流する強い意志、豊かな大地でのどかに過ごす平穏な日々を守り抜く、無実な思いに共感し、同じとして自らを裏から思いを託され、平和な願いを心に刻む。さあ、今年も加古川おどこ祭り始まりました。いつらかいい天気で終わりますように、ぜひ皆さんも皆さん楽しんでもらえればと思います。よろしければ手拍子を一緒によろしくお願いいたします。技術を伝えた裏からの思いをつなぎに躍進し、多くのものを失う、かけがえないものつかみ取り、ここに住むもの天真爛漫、自然と笑顔があふれ出す。技術は戦に使わず、技術は南に変えていく。みんなが同じ位置に立ち、みんなで時を考える、誰もが羨む理想の国で、我らが愛するこの地のために、天に昇る竜のごとく、未来へ向かって立っていく。笑顔
笑顔の舞で心を踊らせかける直れ勝負してねありがとうございました。